あなたの胃袋は静かみ。どうも、東です。本日は豚ロースの生姜焼きです、うん、肉を硬くせずしっとり、でも味付けはしっかり。生姜焼き界の新生野党が生姜焼きの理想郷を叶えます。タレを絡めてる間なんかについつい焼きすぎてパサッと硬くなってしまう、そんな生姜焼きにメスを入れます。小麦粉をまぶす、低温で焼く、タレを煮詰めるとき肉を取り出す、この生姜焼き三箇条を守れば簡単にしっとり柔らか生姜焼きです。豚こまで作るのもいいけれど、一枚肉でボリューミーかつ上質に仕上げたい、そんな思いはこのユートピア三箇条を守ればパサつかせない、縮ませない、硬くしないの3つのマニフェストが叶います。まさにユートピア、生姜焼き界の新生野党、生姜焼きしっとり党はあなたの生姜焼きをパサつかせません。